工夫して美味しい野菜を作っているのが私はあります。インターネットがあって、宅配便のシステムがあって、個別に契約して、遠いところの農家から美味しい野菜を送ってもらうことができる。そうやって安定した経営をしている農家もたくさんいます。いいことです。みんなが美味しいものは知らなかったり、世の中はまずいものばかりになってしまう。だけど都会で、格差の中で、一食200円、300円のオリーブご飯を食べる人たちに、その野菜は届かない。彼らのためには、あるか遠くの、ただ広い畑で飛行機で種をまくような、モノカルチャー、薬草漬けのモノカルチャーの食べ物を提供しなきゃいけない。そこまで含めて、とりあえず日本国内だけで回る経済、作れないのか。なんかそういう図柄が描けないのか。その都会の楽しみ、消費の喜び、一種の中毒です。アディクション、依存症です。言ってしまう。別の喜びを見つければ、うまくすればなりません。そういう未来を提案するだけでもいいか願いします。となると、ことが始まるのは、都会ではなくて、魅力があるのです。